ヒーローズの8弾ちょっとやってきました。今回は配列結果のパート2になります。まずこちらから、魔人ブーゼン、めっちゃ可愛い魔人ブー、エリブリアン、クリリン、ご飯青年期、スーパーレアのケール、ミラ、トランクスゼノ、トワ、5点ね、これかわいい。この絵めっちゃかわいいと思う。SCP のジレンめっちゃ強い。天津飯、ミラ、ピッコロ、悟空、マゲッタ、トワ、バーダック。このバーダックなんかかっこいいな。亀仙人、17号なんかめっちゃ活躍してるね。アニメで。亀仙人、ご飯超年期、トランクス GT、キャベね、かわいそうだね。ベジータ復活させてあげることができるのか。ご飯ゼノ、なんかかっこいいな。クリリン、この紀元山ってここに書いてあるけど、ヒーローズあるあるだよね。これ全然絵が紀元山ではない、あるある。で、ハルハル。で、ここでね、悟空ゼノが出てくれました。これ持ってなかったのですごい嬉しかったです。あとキャックマン、悟空 GT、 ベジータ、カリフラももういないからね、なんか寂しいよね。で、ボーン将軍これ出るたんびちょっとウケるミスターサタン、これもローリングアタックサタンパンチキックこれキック。シュンシュン、ボタモン、ボタモンインパクト、なんかめっちゃポヨンポヨンしてるよねこの人ね。ピッコロさん、パン、そして最悪くん、こちらは以上になります。続いて反対いきましょう。このベジータね、これね、次の新しい段でさ、あのアニメのめっちゃ今すごいじゃん、ベジータがすごいことになってるけど、出るかな、あの新しい感じのベジータ、それちょっと期待してます。で、そしてまたベジータ、バーダック、ご飯少年期、トランクス GT、 CP の魔人サルサ、なんか猫耳がめっちゃ可愛い。ピラフマシン、これね、このカードね、めちゃすごい細かい、ここにちゃんと載ってるっていう。ヒット、悟空、ご飯青年期、トッポね、めっちゃ強そうだよね。次の話すごい楽しみ。エゴテンゼノ、フロスト、亀仙人、悟空少年期、亀仙人、ボン将軍、で、次の悟空、でクリリン、18号さん、とはミスターサタン、トランクスゼノ、クリリン、そして来たー、黒仮面のサイヤ人。これでこのブラックの UR 全部揃えることができました。やったねー。ということで以上になります。今回この2枚をゲットすることができたんですけど、この黒仮面のサイヤ人、こっちがあのロックオン持ってて、無力化攻撃ということで、これロックオンもできるし、そしてアビリティがね、黒仮面の戦士で、作戦決定時自分の気力が 50% 以上ある時に自分のパワーとガードが永続で2倍になる毎回ということで、このアビリティを2回発動することができれば結構使えるカードなんじゃないかなって思います。そしてこっちね、悟空ゼノ、めっちゃかっこいいカードなんですけど、これ合体フュージョン持ってます。で、このね、合体すると毎ラウンド自分の戦闘力が2倍で気力回復、さらに自分のパワーとガードが永続で 1.5 倍になり、それが毎ラウンド開始時自分チームのヒロエナジーをプラス3っていうのもあって、あのこれね、これとあとアビリティが強敵との超激戦で戦闘力バトル終了時、敵チームのヒーローエナジーが7個以上の時、
そのラウンドのみ敵アタッカー全員のダメージ軽減効果が 50% ダウンする毎回ということで、このカードは合体させなくてもこのアビリティが発動できれば使えるんじゃないかなと思います。ただこの発動条件がこの相手のねヒーローエナジーが7個以上ということで、まあこの相手のね敵のヒーローエナジーに依存しちゃうので、そこだけちょっとね気をつけたいかな。でこれねフロストと一緒にちょっと使ってみたんですけど、ちょうどうまく噛み合ってね結構大ダメージが出せたので、うまく噛み合えば使えると思います。でこれはねミッションの方が使いやすいのかもしれないですね。でちょうどねこの今回はこのジレン、トッポ、ベジータっていうアニメの中で気になってるカードがちょうど3枚出たんですけど、このねベジータがこのブルーの上さらに上を行く力を発揮したところでね、なんかすごいめっちゃキラキラ光ってて、すごい光ってて、このベジータの活躍にすごい期待しています。キャベのためにもね頑張ってほしいなって思ってます。であとトッポね、トッポのこの次回破壊神のね力が発揮するって言って、なんか知んないけど上半身裸だったっていうのかな、なんかちょっとそれも面白いなってそれでは今回はヒーローズの8段の排出結果パート2でした。それではまたねー。